パスカグーラを示すハイウェイ上の標識。パスカグーラはアメリカ合衆国ミシシッピ州ジャクソン軍内の都市である。人口は2000年国勢調査で26,200人であった。パスカグーラはジャクソン軍の軍庁所在地である。パスカグーラという地名はパンを食べるものを意味するアメリカ先住民の言葉に由来している。アメリカを代表する造船所で、 州最大の民間雇用種でもあるインガルス造船所が存在するなど、パスカグーラはミシシッピ州における産業の中心である。第二次世界大戦以前は人口5000人程度の小さな町であったが、大戦需要による造船業の発達とともに人口を増加させてきた。この町の人口は冷戦による軍拡需要で、 防衛産業が流盛を極めた1980年付近を境に減少に転じていたものの、ハリケーンカトリーナ発生前の数年間は再び増加していたようである。大きな被害を受けたパスカグーラ2005年8月29日、パスカグーラを含むアメリカ南海岸を非常に強力なハリケーンカトリーナが襲った。パスカグーラにおいても面積の約9割が浸水し、 沿岸部の住宅の大半が破壊されるなど大きな被害が出たがマスコミの関心はニューオーリンズに集中したためパスカグラ市民の多くは自分たちの被害は無視されているのではないかという思いを抱いたという。またアメリカ海軍はインガルス造船選手で当時建造中だったアーレーバーク級ミサイル駆逐艦2隻とマキンアイランドがハリケーンにより損傷したと発表した。 パスカグーラは、パスカグーラ側の入り口、ミシシッピーサウンド沿いの、北緯30度21分49秒成形88度32分31秒、北緯30.36361度成形88.54194度、30.36361-88.54194に位置している。アメリカが州国統計局によると、 パスカグーラ市は総面積47.2キロ平方メートルである。このうち39.3キロ平方メートルが陸地で16.74%の7.9キロ平方メートルが水域となっている。2000年現在の国勢調査で、パスカグーラは人口26,200人、9,878世帯、及び6,726家族が暮らしている。 人口密度は666.4平方キロメートルである。278.0平方キロメートルの平均的な密度に1931件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人67.15%、アフリカン・アメリカン2 8ント、先住民セント、アジアセ9 7 太平洋諸島系0.02%、その他の人種1.67%、及びパ欠1.04%である。ヒスパニック、またはラテン系は人口の3.89%である。この都市内の住民は26.9%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が12.0%、25歳。 以上44歳以下が28.9%、45歳以上64歳以下が20.4%、および65歳以上が11.9%に、渡っている。中央値年齢は33歳である。女性100人ごとに対して男性は101.8人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は100.9人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は32,042二米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は39,044四米ドルである。男性は3万3 1 3三米ドルに対して女性は22,594四米ドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は16,891一米ドルである。 18歳未満の31.4%及び65歳以上の13.0%を含む家族の約18.1%及び人口の20.7%は貧困戦以下である。1973年10月11日、地元の釣り愛好家、チャールズ・ヒクソンとカルビン・パーカーの二人が自分たちはパスカグ・ラフ島で UFO に連れ去られたと主張。各種マスメディアが 大々的に報道したため、パスカグーラは一躍有名になった。この事件を機に、アメリカ国民は1947年のロズウェル事件以来とも言える UFO への強い関心を持つようになった。1983年、ヒクソンはパスカグーラにおける UFO との遭遇と題した手記を発表した。ありがとうございます。